結婚詐欺とは、結婚する意思がないのにその気があると見せかけ相手から金銭などを奪うこと。ということは、私と結婚した夫は私に結婚詐欺を働いたわけではないことになる。でも絶対これも結婚詐欺よ。しかも夫と共謀した義母も含めて。私はキミコ、35歳で結婚して約3年になる。中堅企業の経理主任に昇進し、給料もそこそこいい。その一方、夫の明夫は3歳年上の中小企業勤務で営業職だが、もともと給料が安かった上に不況が原因で給料やボーナスがカットされてしまったようだ。正確な金額は知らないが、現在は私の給料の3分の2程度らしい。だから光熱費を含め生活費のほとんどは私の給料から出していた。明夫は子供を持つことにやたら積極的だった。私が二の足を踏んでいるのが理解できないという。結婚当時、私の職場では複数の女性が妊娠中、または産休・育休を取っていた。そのため私を含め部署内の人たちの仕事が増えており、この状態が落ち着くまで待ちたかったのだ。明夫と結婚するときにきちんとそれを伝え、明夫も、そんな忙しい時期に主任まで育休産休とか良くないよな、キミコは責任感があって偉いよ、と了承してくれた。それなのに、結婚して1ヶ月もすると子供を産んでほしいと言い出したのだ。それどころか、私たちの新居から徒歩15分のところに住む義母まで、全然大丈夫よ、私が孫の面倒を見てあげるから、キミコさんはしっかり仕事していいのよ、と言ってくる。それまで義母と私はあまり相性が良くなかった。結婚しても仕事を辞めない私が気に入らないようで、いくらお仕事ができるか知らないけど、息子の世話を手抜きされるっていうのはちょっとね、とか、週末だけでもきちんと主婦してほしいのに、キミコさんってゴロゴロしてるんですって、いくら疲れてるからって、妻としてどうかしら、などと息子かわいさに嫁いびりをよく言っていたのだ。また義父が亡くなって以来、よく外出だ旅行だと忙しくしており、よくお金が続くものだと感心していた。多分数年前に亡くなった義父の遺産があるのだろう。そんな義母が突然猫なで声で孫の面倒を見ると言い出すなんて、ちょっとおかしい。夫にそう言ったら怒り出し、母さんに孫を抱かせてやろうって気はないのか？それに母さんはお前がもう30過ぎてるから、少しでも早くって考えて言ってくれてるんだぞ。その行為を疑う方がおかしいだろ、と怒鳴られてしまった。確かにそうなんだけど、どうしても疑問が拭えなかった。とはいえ、私だって子供は欲しかったから、義母の行為に甘えることにした。つわりもなく順調で、産休育休も十分取れた。義母の強い勧めもあって、出産後半年で会社に復帰。復帰後は時短勤務の主任補佐という待遇になり、お給料は3分の2程度になったが、それでも同年代の正社員の女性と同じくらいで、会社に感謝しつつ働き続けた。義母は子供の面倒をとてもよく見てくれ、フルタイムに戻るよう言ってくれる。子供は完全におばあちゃん子になってしまい、ちょっと悔しかったけれど、とても助かっていた。それから約1年、義母との同居の話が出た。実はそれまでにもちょくちょくほのめかされていたのだが、仕事でクタクタになって帰宅して、子供と明夫の世話をするだけで精一杯だったし、義母との同居は気が休まらないと思い、無視していたのだ。しかし義母は、子育てのことを考えたら同居がいい、と強く希望。いずれ義母と同居することを覚悟はしていたが、結婚3年目にしてもうその話が出たか、とちょっとショック。だが、これまで子供の世話をしてもらったのだから仕方がないか、と考えを変えようとした。しかし、義実家に呼ばれ、明夫と義母からの提案を聞かされて驚いた。この家もう古いでしょ？できれば建て替えたいと思ってるの。私の目を見ながらニコニコと話す義母。あ、そうですね。確かにかなり古くて雨漏りなんかも。でしょ？
それに最近腰が痛くて、本当に使いづらくて、バリアフリーにしたいのよ。でもバリアフリーだけならまだしも、建て替えとなると数千万必要になる。義父が亡くなった時、相応の財産はあったと思うが、義母や明夫は費用について一切話さない。心配になった私は、二人が楽しそうに新居について話している中に割り込んだ。で、お金はどうするんでしょう？ああ、そのことなんだけどね。お金、あなたの名義で借りてもらえないかしら。は？ほら、明夫のお給料って安いじゃない。知り合いの銀行員に聞いてみたんだけど、ちょっと審査通らないんじゃないかって言われちゃってね。は？そうそう、俺安月給だからさ、悪いけど。ちょっと待って、何その軽いノリ。そんなの困ります。なんで？私たち家族でしょ？同居するんだし。それはそうですけど、キミコさんなら勤務先は安定してる優良企業だし、経理主任補佐って肩書きもあるから、かなり貸せるって言われちゃったのよ。どうせならいい家を建てたいじゃない？でも、なんだよキミコったら、母さんがこんなに頼んでるのに、頼みを聞いてくれないのかよ。そう言われても、大丈夫だって、俺たちを信用してよ。あまりにグイグイ押してくる二人をなんとかなだめ、よく考えておきますから、と話を切り上げた。確かに築40年超えの義実家をこのままにしておくのは問題だ。とは言うものの、ペアローンならわかるが、私名義で建築費を全額借りるなんて常識的にありえない。そんなことは明夫だってわかるだろうに、なぜ二人して結託しているのだろう。その理由が分かったのは、夫が深夜電話しているのを聞いた時だ。トイレに起きた時、真っ暗なリビングで明夫がひそひそ話していたのだが、建築費とか銀行融資といった言葉が聞こえる。思わず耳を澄ますと、どうやら相手は義母のようだ。もう一歩で君子もイエスと言うだろうから。あいつの取り柄は金を稼ぐことだけなんだからさ。私のこと？金を稼ぐのが取り柄ってどういうこと？ショックで呆然としていると、秋夫はさらに衝撃的な会話を始めた。そうそう、子供がいるからさ、こっちのもんだよ。親権さえ取れば離婚したって全然問題ないもんな。キミコは仕事優先で育児を全然してこなかった。あんな女は母親としてふさわしくないって主張してやる。子供？子供がどうしたの？こっちのもん？問題ない？それに、親権ってことは、私と離婚するっていう意味？ますます頭が混乱し、理解不能に陥りそうになったとき、明夫が何を目論んでいるのか、はっきりわかることを言った。当然、家の名義はあいつにしないからさ。家の名義は俺と母さん。ローンはキミコの名義にしとけば、離婚したってずっとあいつが家のローンを払い続けてくれるってわけ。大丈夫だって。親権をこっちで取って子供を引き取れば、キミコだってローンを払い続けるに決まってるさ。つまり、借り入れの名義は私で、離婚して子供を奪って、それを盾にローンをずっと払わせる魂胆ってことね。道理で急に子供を産めとか、子供の世話はしてやるとか言い出したわけだ。私の気持ちはショックから怒りに変わった。明夫と義母の思惑通りになんかさせない。私は二人をギャフンと言わせるために計画を練り始めた。まず、私が住宅ローンを払うと伝え、二人にハウスメーカーや工務店を回ってもらい、大体の金額を出してもらった。思った通り、担当者と話しているうちに、間取りや内部の仕様などがどんどん豪華になっていき、最終的に4000万近くに跳ね上がった。さらに二人に、間取りが決まったなら、今から家具を見に行った方がいいんじゃない？気に入った家具ってなかなか見つからないし、とせっついた。こちらも思った通り、義母と明夫は高級家具店ばかりを覗きに行って、どんどん購入しては家具店の倉庫に保管してもらっていたようだ。こうしてどんどん散財してもらうようにしてから約4ヶ月後、昼間外出していた夫と義母が私を義実家に呼びつけた。キミコさん、工務店も決まって見積もり金額も納得できたから、さっき工事の請負契約書にサインしてきたのよ。
すぐに金融機関で正式に住宅ローンの審査を受けてもらえる？それと申し込み金として 10% すぐに支払ってほしいの。そこで私は言ってやった。ああ、すみません、ローン払えませんので。は？実はマンションを購入したんですよ、私名義で。マンション？何言ってるんだよ。ここに住むって決めてんのに、なんで勝手に。あなたとお母さんはここに住むけど、私と子供はそのマンションに住むことにしたの。ちょっと今更何を言ってるの？マンションのローンで毎月10万近く払うことになったんで、そちらの費用まで払えませんから。そこまで言ってやると、義母と明雄はパニックを起こした。今になって何を言い出すんだ。お前だってローンを払うことに賛成しただろうが。そうよ、家具だって200万以上買っちゃったのよ。そこで私は答えた。もう全部バレてるのよ。私が妻としても母としても失格だって主張して離婚する。親権取って子供を奪って、住宅ローンを全部私に支払わせるつもりだってね。そう話すと二人は真っ青になったが、必死にしらを切ろうとした。そんなことありっこないでしょ。あなたが短い時間でもいいお母さんしてるのはちゃんと知ってる。ご近所に言いふらしてるそうですね。嫁が家のことも育児も全くしてくれないって。それどころか、私が子供やお母さんに乱暴してるって吹聴してるそうじゃないですか。それで親権を取りやすくしようとしたんですよね。そう言うと義母は顔を真っ赤にして黙った。次に明夫にも事実を突きつけてやった。あなた、給料が安くて恥ずかしいとか言って一度も給与明細見せてくれなかったよね。だから悪いけど、あなたの部屋を探させてもらったわ。そうしたら去年の住民税決定通知書が出てきたの。給与収入の欄を見たら、今の私の年収より上じゃない。これって一体どういうことかしら。いや、実は奨学金の返済があって。今時の奨学金ってキャバクラから出るわけ？何のこと？怪しげな名前の会社からの請求書の中に、キャバクラ名入りの女の子の名刺入ってたわよ。あきちゃんまた来てねってね。そこまで暴露すると夫は観念した。そのキャバクラの女の子に入れ上げ、毎月10万以上を店に、女の子にはお小遣いとして月5万あげていたため、建て替え費用など全く出せなかったそうだ。次に義母。あなたが働くことを許してあげたのに、私に全然お金くれなかったじゃない。高収入のくせに。は？もうお金がないのよ。遺産使い切っちゃって。だから明夫と離婚させて慰謝料を取って、親権を取って子供をこっちで育てれば、あなたから養育費ももらえると思ったのよ。なんと短絡的な。っていうか、その養育費を使い込む気でしょ？子供をどうやって育てるつもり？私はその場ですぐに離婚届を突きつけ、子供を連れて義実家を出た。そしてその足で弁護士のところへ行った。実はさっきの会話をしっかり録音しておいたのだ。おかげで慰謝料と財産分与、養育費を支払わせて離婚することができた。特に明夫の給料ごまかしなどは結婚詐欺に近いものがあると弁護士が追及し、かなりの慰謝料をもらうことができた。おかげで私と子供のマンションの支払いがかなり楽になり、とても助かっている。一方、義母と明夫は工事請負契約書を交わしてしまっていたため、キャンセル料として 10% 400万も支払う羽目に。家具の方も、彼らは土地狂ってわざわざ特別仕様でオーダーしていたため、キャンセル不可で200万以上の請求書が届いているらしい。当然明夫にそんなお金はなく、義母も義父からの遺産をほぼ使い果たしてしまっていたため、借金して払うしかなかったようだ。今では雨漏りし始めた古い義実家で超貧乏生活を送っているとか。今でも時々明夫から連絡が来るが、どうせ借金の申し込みだろうと完全に無視している。